今回は、土屋先生のサクナビクスの、貢献天皇から、最後までの範囲で、問題を出します。右のページも、すべて範囲となります。最初は聞き流して、慣れてきたら、15分間学習して、問題をやりなさい。それじゃあ、始めるよ。1。貢献天皇は、誰と誰の子か。また、この天皇の時代に、 公明皇太后と結んで勢力を伸ばした人物を答えよう。また、その人物は、何家誰の子か。答え。後見天皇は、聖武天皇と公明皇后の子です。後見天皇の時代に公明皇太后と結んで勢力を伸ばした人物は、藤原の麻丸。藤原の麻丸は、南家、むちまの子です。2。 藤原の仲丸が政界の中心となっていた頃に施行された律令の名称を答えよまた、それは西暦何年か。もう一つ、立花の諸江の子が藤原の仲丸を排除しようとして起こされた事件の名称を答えよ答え、藤原の仲丸が政界の中心となっていた頃に施行された律令は、養老律令です。757年に施行されました。 立花の諸江の子は、立花の奈良丸ですから、立花の奈良丸が、藤原の仲丸に対して起こした事件は、立花の奈良丸の変です。なんか、早口言葉みたいだね。問題では聞いてなかったけど、この事件も757年です。3. 藤原の仲丸に擁立されて即位した天皇は誰か。また、この天皇から、藤原の仲丸が賜った名を答えよ もう一つ。中丸は、どのような地位にまで登り詰めたか。答え。藤原の中丸に擁立されて即位した天皇は、純任天皇です。純任天皇が藤原の中丸に与えた名は、エムの推し活。中丸は、大使、つまり、大乗大臣の地位まで登り詰めました。四。光明皇太后の死後。 後見大乗天皇と道教が純任天皇と対立したことを受けて、藤原の仲間丸が道教排除を掲げて起こした反乱を何というか。また、それは西暦何年か。また、この反乱後、純任天皇はどこに配慮されたか。もう一つ。その後、後見大乗天皇が長所して何天皇となったか。また、道教は、どのような立場となったか。 答え。孔明皇太后の死後、皇家大上天皇と道教が純任天皇と対立したことを受けて、藤原の仲室が道教排除を掲げて起こした反乱を、恵美の推勝の乱と言います。764年のことです。恵美の推勝の乱後、純任天皇は淡路国に配慮されました。その後、皇家大上天皇が長訴して聖徳天皇となり、道教は、大上大臣前寺から法王となっています。 聖徳天皇の時代に出された土地制度法令で、寺院以外の開墾を禁止する、開墾制限法令を何と言うか。また、それは西暦何年に出されたか。答え。聖徳天皇の時代に出された土地制度法令で、寺以外の開墾を禁止する、開墾制限法令を、過墾禁止令と言います。765年に出されました。6。769年に、 聖徳天皇が信託により道教を天皇にしようとしたが阻止された事件を何というか。また、その事件で客の信託を持ち帰り、道教が行為につくことを阻止したのは誰か。もう一つ。その後、聖徳天皇の死を契機に、道教が追放された場所と寺院名を答えよ。答え。769年に聖徳天皇が信託により、 道教を天皇にしようとしたけど、阻止された事件は、宇佐八万宮信託事件です。この事件で、客の信託を持ち帰り、道教が行為につくことを阻止した人物は、わけの清まろ。その後、聖徳天皇の死を契機に、道教は下助の国薬師寺に追放されました。7. 聖徳天皇の死後、即位した天皇は誰か。また、この天皇は何天皇の孫か。 もう一つ。この天皇の時に政界の実力者となった四鬼家馬会の子は誰か答え聖徳天皇の死後即位した天皇は公認天皇です公認天皇は天智天皇の孫です公認天皇の時に政界の実力者となった四鬼家馬会の子は藤原の桃川ですなお公認天皇の時には 聖徳天皇の時に出されていた開婚制限に関する法令が撤廃されています。背景の画像は、公認天皇の両母です。公認天皇は、62歳という最高齢で天皇になりました。即位後に、井上内親王を皇后に、その子供の他と親王を皇太子に立てたけど、後に、井上内親王は、皇后を外されて、他と親王と共に庶民の地位に落とされて遊兵されてしまいます。結果、 公認天皇と高野新政との間に生まれた山部親王が皇太子となり山部親王はその後即位して官務天皇となりましたさて公認天皇は70歳を過ぎても健在で肥大した官僚制度の改革を行うなど日本で最初の行財政改革を実行した天皇でしたその改革は子供の官務天皇に受け継がれることになります8 奈良時代の東北経営で712年に越後北部と陸奥国の一部を割いて作られた国は何かまた724年に王の集ま人が設置したとされる帳作を何というかまたその帳作に置かれた重要な行政官庁と役所をそれぞれ答えよう答え奈良時代の東北経営で712年に 越チゴ北部とムツ国の一部を割いて作られた国は、デワ国です。724年に王のアス人マが設置したとされる城作は、タガ城。タガ城には、ムツの国府とエゾ政党のための陳述府が置かれました。9。780年に反乱を起こして、タガ城を焼き討ちにしたエゾの首領は誰か。また、その反乱が起きた時の天皇は誰か。答え。 780年に反乱を起こして、多賀城を焼き討ちにしたエゾの首領は、これ春のアザマロです。維持のアザマロと呼んでもいいです。反乱は、公認天皇の時代に起こりました。10。文武天皇の時に剣闘寺が再開されたが、それは、西暦何年のことか。また、その剣闘寺の執設師となった人物は誰か。また、その人物は、 この頃に完成した何を持参していたか。答え。文武天皇の時に、元当寺が再開されたけど、それは702年です。その時の元当寺の実説師は、淡田の真人。彼は、大法律令を持参して、唐に渡りました。11。734年に元当寺から帰国して、立花の諸政権を補佐した留学生と幕門草、学問僧を答えよ 答えは、霧のまきびと玄坊です。藤原の広継の乱と関連づけて覚えなさい。十二。剣頭時の留学生として、塔に渡ったが、帰国できずに中国に留まり、幻想皇帝に仕えたのは誰か。また、この人物の注目名を答えよ答え。剣頭時の留学生として、塔に渡ったけど、帰国できなくて、幻想皇帝に仕えたのは、 安倍の仲丸です。中国名は長江なお検討大使として唐に渡ったけど帰国できず唐の役所に仕えた人物は藤原清川です13その後平安時代になっても検討使は派遣されたが事実最後となる検討使が派遣されたのは西暦何年かまた天台宗の密教化を目指してその遣唐使船に乗船した学問僧の名前と その人物が書いた日記の名称を答えよもう一つ。党の疲弊と後悔の危険性の増大から、剣闘士の廃止を意見した右大臣の名前と、その時の天皇を答えよ答え。事実最後となる剣討時が派遣されたのは、838年です。天台宗の密教化を目指して、その剣闘士戦に挑戦した学問僧は、円人。書いた日記は、 日東愚法巡礼後期です。党の疲弊と後悔の危険性の増大から、剣頭時の廃止を意見した宇田大臣は、菅原の道真、ね。宇田天皇に、剣頭時の廃止を建議しました。894年でしたね。14。当初は、党や白ぎの対抗目的から来日した、東満州、宴会州周辺を支配した国の名前を答えよまた、その国の使者を接待するため、 鶴ヶに作られた施設は何か。もう一つ。その国は、西暦何年に、どこの国に滅ぼされたか。答え。当初は、東白羅の対抗を目的から来日した、東満州、圓海州周辺を支配した国は、牧海です。8世紀の前半に来日しましたね。渤海の使者を接待するため、鶴河に作られた施設は、松原客院。その後渤海は、 926年に、キッタンに滅ぼされました。キッタンは、寮でもいいです。これで、奈良時代は終わりです。東北経営と外交は、サクナビクスの左ページの、その時期の天皇を確認しながら学習しなさい。奈良時代は、それほど難しい時代ではないけれど、油断しないで。8割以上取れるようになったら、次の回に進みなさい。じゃあ、次の回で待ってる。